はい、1月8日日曜日、舞子スノーリゾート長峰エリアのですね、第一クワッドリフトに乗りながら撮影をしています。時刻は3時半を回ったところですね。かなりこう濃い霧に覆われてまして、視界も少し悪いのかなという感じですけども、日中通してですね、そんなに、ここまで曇る、ガスが濃くなることも少なくてですね、一時は山頂まで、しっかり見えたんですけど、今はこのように真っ白の世界タイミングということになってます。で、雪質はですね、少しこうシャバシャバしたような3月の雪質に近いですね。私は個人的には好きな雪質です。ずらしやすくですね、転んだとしてもそこまで痛くない、スキー、スノーボード今日がデビューだよっていう方には優しいゲレンデコンディションだったんじゃないかなというふうに思います。それで聞いた話なんですけどもね、私ちょっと上には行けなかったんですけども、お昼近くですかね、しっかり雪が降っていたようです。で、上を見上げるとですね、やはりずっと雲がかかっていましたので、やはりそういうことかということで、で、気温もですね、少し低くて、手袋なんか濡れてるとですね、ずっとこう不快な思いをしながら滑ることになりましたのでね、午前と午後とで手袋をこう、スペアの替えの手袋があると、また気持ち新たにですね、快適にスノーボードスキーできるのかなと、今日は強く感じましたね。道具のスポーツですのでね、スキーもスノーボードも、そういったところからも、貴重なやっぱり時間ですのでね、少しでも快適に雪山楽しみたいなと、今日は強く思いましたね。はい、ということで、今日の舞子長峰エリアの様子ですね、記録してみました。ということで以上。